皆さん,こ,んにちはこちらの動画ではこれから公認会計士を目指して勉強を始めてみようかなと考えている方へ向けてレックの担当合格コースの特徴とこの春から始まる新しいフォロー制度などについてご説明させていただきます。担当はレック専任講師吉田です。よろしくお願いいたします。今回のガイダンスで使用するパンフレットはこちらになります。でパンフレットが。 パンフレットの必要なページについてはこちらのプレゼンターに移していきますのでパンフレットがお手元にないという方は画面の方をご覧くださいそれでは早速コースの説明をさせていただきますまずコースの特徴をお話しする前に公認会計士試験の制度について簡単に確認していきましょうパンフレットがお手元にある方は46ページをお開きください こちらですね公認会計士になるための試験制度を知ろうというページですパンフレット46ページになりますはい。で、まず公認会計士試験に合格するためには2つのステップを踏む必要があります1段階目の試験としては担当式試験です1段階目の試験は担当式試験こちらはマークシート方式の試験になっておりまして年に2回 12月と5月に実施されます。で、こちらの担当式試験を突破された方は次の8月の論文式試験に進むことができます。これは筆記試験になっていて年に1回8月のみですね実施される試験です。で、まあ、この論文式試験を突破して公認会計試験に合格したということになります。はい。で、まあ試験制度についてはもっと知りたいという方に方は。 別の動画で試験制度について詳しくご説明している動画がありますので、そちらの方をご覧ください。では、ここからレックの担当合格コースの特徴をご説明したいんですが、まずレックではもちろん、最終目標はこの論文式試験の合格なんですけれども、レックの担当合格コースでは担当式試験に合格するまでは論文式試験の勉強は行いません。論文式試験の対策はしません。 担当式試験に特化した対策を行っていきます。これがレックの担当合格コースの大きな特徴になります。最終的な論文最終的な試験の合格目標っていうのはこの論文式試験の突破なんですけど、なぜレックではこの担当式試験に特化した対策を最初行っていくのか説明したいと思います。これは。 担当式試験と論文式試験の合格率がまず大きく関わってきます担当式試験の合格率ここに書いていきますね約15%から20%で推移していますちょっと小さいですね画面を大きくします担当式試験の合格率というのはまあ回によってばらつきはあるんですけどおよそ15%から20%で推移しています一方で 論文式試験の合格率というのはこちらも回によってばらつきはありますが35から40で推移してていいると考えてくださいこの合格率だけを単純に比較すると単当式試験の方が合格率が低いので単当式試験の方が合格することが難しい試験と言えます。なのでまず REC ではこの単当式試験に特化した勉強をしよう特化した対策を取ろう。 というふうにしています。それからもう一つレックが担当式特化の担当特化の対策を行う。理由があります。それはこの公認会計士試験制度。試験の制度の大きな特徴でもあるんですが。担当免除制度というものがあります。これは四十六ページの左下に書いてあります。この担当免除制度ですね。こちらはどういった制度なのかというと、ちょっと読んでみましょう。 担当免除制度というのは一度担当式試験に合格すればその合格発表の年の翌年と翌々年まで担当式試験は免除され論文式試験に専念することができます。ここれ、まあ、どういうういいととと、なのかというと 1>, 1回担当式試験に合格してしまえば、まあ、その次の論文式試験もしダメでも次また担当式試験を受けることはせずに論文式試験にいきなり挑戦することができるというものになります。までまたその2回目の論文式試験がダメでも今度もまた担当式試験を受けることはせずに論文式試験に挑戦することができる。なので、まあ、簡単に言ってしまえば担当式試験に1回合格すれば3回論文式試験に挑戦するチャンスがあるということになります。 はい、この担当免除制度っていうのは、まあ、とてもしこの担当免除制度がなかったとしたら担当式試験に合格して次の論文式試験が不合格になってしまった場合また担当式試験からやり直さなければいけないということになるんですけどこの担当免除制度があることによって担当式試験に一度合格すれば8月の論文式試験これ3回受けるチャンスがあるチャンスを得られるということになります。 なのでレックではまず担当式試験の合格っていうのが一番大事だとまず考えて担当特化の対策を取っていますで、まあ、論文式試験実際この3回チャンスがある論文式試験っていうのはその3回までで合格される方が圧倒的に多いです。まあ、合格率なんかを見ても確率論的に言っても3回,の3回で合格しきるということが可能な試験なので、まあ、この論文式試験まず担当式試験に特化して 合格したら、まあ論文式試験の勉強にシフトしていくっていうのが一番効率的で、まあ、目標も明確化しやすいということで、レックではこの担当特化の対策というのを担当合格コースで取っています。はい、これがレックの担当合格コースの特徴になります。ではこれから勉強を始める皆さんはどういったスケジュールで一年間過ごしていくことになるなるのでしょうか。皆さんの勉強のスケジュールについて確認していきます。 パンフレットは24ページ25ページをお開きください、はい、こちらですね24ページ25ページ「2022年担当合格コース春生」と書いてあるこちらのページを開いてください主に上半分を説明で使っていきますで今皆さんが立っているのはここです 2021年春春より今は1月2月ぐらいなので少し前このスタートですねこここがが今皆さんが立っているところですでこれから勉強を始める皆さんがまず目指すべき目標というのはどこなのかというと1年後年の5月の月式試験になりますこれがこれから勉強を始める皆さんが目指す目標です。年ちょっと 5の担当式試験これを目指して勉強を始めていきますで具体的にどういうふうに勉強が始まるのかというとまずスタートしましたまずは担当入門講座この百一回の担当入門講座を受けていただきますここではまあすべての科目について基本的な知識計算能力の土台ですねとなる部分を身につけていただきます まあ百一回ということでかなりボリューム感はあるんですがまずここでしっかりと土台を築くということをやっていきます。そしてまあ年内にこの担当入門講座が終わりますとまず担当式試験十二月のですね担当式試験がやってきます。で、まあ、担当入門講座を受け消化しただけではこの担当式試験やっぱり突破するのはかなり難しいですが。 ぜひこれは一度まあお試し受験という感覚で挑戦していただきたいなと思いますやはり、えっと、試験会場で味わえる雰囲気だったり試験会場ならではの緊張感というものがありますのでそちらをぜひ本命の5月の担当式試験より前の12月の担当式試験で一度味わっていただきたいなと思いますはい。そしてこの12月の担当式試験が終わりますと次 いよいよこの五月の担当式試験に向けてのより実践的な能力応用力を身につけるこの担当上級講座というのが始まります。これが全部で八十二回。こちらもまあまあボリューム感はありますがここで初めてまあ実践的な試験突破の能力というのが試験を突破するための力というのが身につく身につけられます。そしてこのインプットの講義と並行する形でポイントアップ通連。 担当ポインターブトレンというのを受けていただきます。これはもう本番、本試験、これ本試験、担当式試験と同じようなレベル感、同じような形式、時間のアウトプット、まあ試験を解く、試験を突破する力っていうのをここで実際にアウトプットする形で身につけていただきます。なのでこのインプットとアウトプットのね両方を 並行してこなしていくことによって最終的な5月の担当式試験を突破する力を身につけていただくということになります。はいこまあここからこれがまあ1年間の皆さんの勉強のスケジュールになってくるんですがでは担当式試験が終わった後まあどういったスケジュールになるのか簡単にこちらもご説明していきます。ペペペペーーーージジジジ数は26ページを開きください次のページです26ページ 見事1年間で2022年5月担当式試験合格しましたという方は8月その年のですね3ヶ月月後の8月の8論文式試験に進んでいきます。でまあ、3ヶ月しか対策する時間がないので、まあ、なかなか時間的に厳しいです正直。ただレックではこの8月3ヶ月後の論文式試験を目指す方へ向けて圧縮をています。 論文コースといいうのを用意していますこれはどういったコースなのかというと、まあ、簡単に言えばそのインプットの講義というのを極限まで減らして、まあ、本当に必要最低限の部分の講義を受けていただく。なのでまあ3ヶ月しか時間がない中で対策をしていくわけですからこの圧縮論文コースというのをまず受けていく必要があります。 1> で1年間で担当式試験合格された方についてはこの圧縮論文コースというのがなんと5万円で受けることができます。5万円で受講することができます。ただしやっぱり3か月しか論文の勉強する時間がない。しかもその前の5月までは1年間しっかり担当の勉強してきたわけなので。 論文式試験の対策全くしていないっていうところからの3か月ってなるとやっぱり2022年の8月合格するの厳しいっていう方はももちろんいると思います。で、まあ、仮にこの8月の2022年8月の論文式試験は不合格となってしまった方についてはまた1年後の2023年の8月の論文式試験を目指すことになるんですがその方についてはこちらです。2023年論文合格コース。 こちらを受講していくこことになりますでこちらはもちろんインプットの講義と当す全て模試も含めて全て入ったコースになるんですがこのコースもなんと5万円でで受講すすることができますなので、まあ、このどちらかのコースを選ぶこともできるしどっち2つのコースを各5万円で受講することもできるという、まあ、かなりお財布に優しい価格帯になっておりますので。 ぜひこちらを利用して論文コースにも進んでいいたただきたいなと思っておりますなのでまずは何といってもこの1年,1年数か月後の2022年担当式試験2022年5月の担当式試験を突破に向けて頑張っていただきたいなと思います。はい、以上が REC の担当合格コースの特徴2022年春生の担当合格コースの特徴になります。続いては この春からその2022年春生から始まる新しいフォロー制度について簡単にお話しさせていただきますまず一つ目一つ目がですね16ページをお開きくださいパンフレット16ページこちらです、はい、LINE で講師に直接質問相談できるという制度 これ従来からあった制度なんですけれども、今回あえっと従来は一部の科目でこのラインで直接講師に相談できるということがまあ対応できていなかった科目があります。ただこの2022年春生からは担当式試験4科目あるんですけれども、4科目すべての科目でラインでそれぞれの担当の講師に直接質問相談できるという体制が整いましたので。 ぜひ全ての科目わからない部分については気楽に LINE で質問していただいて勉強のモチベーションを維持していただきたいなと思います。これが1点目のの今年の春から始ままるフォロー制度になりますで2つ目ですね2つ目が1個前のページ14ページ見ていただきたいなと思うんですけど、まあ、この続きやすいフォローというところのポイント2ですねこちらをご覧ください。はい、やっぱり今ココロロナナ禍でのの現状というのを 考慮して、まあ、なかなか生講義を受けに講義に行くのがはばかられるやっぱり電車に乗ったりとか人と会うっていうことがどうしてもやりにくい状況にはなっているのでそういった方についてはこ,のこれ Zoom っていうのはアプリなんですけどこちらのアプリをダウンロードしていただければ講義をリアルタイムで視聴することができます。 なので、まあ、これ通学生限定ですね通学で申し込まれた方限定のサービスにはなるんですけれども、まあ、例えばコロナ禍のが落ち着くまでは、まあ、家でその講義が始まる時間に合わせて Zoom、まあ、を立ち上げてリアルタイムで視聴していただいてで、まあ、コロナが収まってきたら、まあ、あの実際の通学に切り替えてこ教室に足を運んでいただいて。 こう生講義を受けるというふうに切り替えることもできますなのでこのズームというのはかなり便利このズームでリアルタイム視聴できるっていうのはかなり便利な制度なのでぜひモチベーション維持のためにもこちらをフル活用していただきたいなと思います、はい、以上がこの春春生2022年春生から始まる新しいフォロー制度になりますそれでは最後に まあこれから勉強始めようかなと思っている皆様へレックの無料体験講座についてご紹介させていただきます。ページはですね二十七ページをお開きください。これが通学こちらの五つの日にちが通学の開講日になります。各月一回ずつ無料体験するチャンスがあります。で教室はですねこちら渋谷梅田神戸岡山 です実際に教室に足を運んでいただいてこのいずれかのお日にちで無料体験することもできますしまあ、やはり今このコロナ禍ということなので先ほど申し上げた Zoom でもリアルタイムでの視聴配信を行,行っているのでリアルタイムで視聴することができます、まあ、この Zoom で視聴する場合っていうのは事前予約制となっておりますのでご注,意いただご注意いただきたいなと思います。 はい、ぜひ、まだね迷われている方もいらっしゃるかと思いますので一度無料体験していただいて会計士目指すかどうかレックで勉強していくかどうかご判断いただきたいなと思いますそれでは本日のガイダンスは簡単ですが以上となりますレックで一緒に勉強できることを楽しみにしております1年間一緒に頑張っていきましょうご視聴ありがとうございました